ましたね、はい、体を入れたディエゴ・オリベイラ引きつけて渡辺龍馬ディフレクションして追加点東京2対0リードを広げます。そうですね、すごく点を取るハットトリックした試合もあったと思いますけど、はい、多分彼にしても自分がレギュラーじゃない先発じゃないっていうのは期するところがある。で今日のゲームは阿部シュートもそうですし、この渡辺龍馬